皆さんこんにちは。本日ご紹介するのは台湾出身ジルチャンさんの静かな人の戦略書、騒がしすぎるこの世界で内向型が静かなる力を発揮する方法です。この動画に興味を持っていただけたということは、あなたも内向型の性格だからでしょうか。私自身、性格診断の MBTI テストを受けると内向型 75% という結果になりました。内向的だからこそ感じたことのある悩みもこれまで多くありましたが、この本はそんな内向的な人にとって非常に勇気をもらえるような一冊です。この動画ではまず著者のジルチャンさんについて簡単にご紹介し、そして本の中から重要なポイントを6つに絞って説明していきます。1. 内向型にはどのような特徴があるか。 2. 外向型になろうとしなくていい。 3. 内向型がチーム内で活躍するには。 4. 内向型が社交イベントに参加する時のアドバイス。 5. 内向型が人前でスピーチを成功させるには。 6. 内向型はリーダーに向いているのか。気になる項目はありますでしょうか。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それでは内容に入っていきましょう。まずはこの本の著者ジルチャンさんについて簡単にご紹介していきます。ジルさんは台湾で生まれ育ち、アメリカの名門大学ミネソタ大学で修士号を取得します。学生時代、競争の激しいスポーツマーケティングのインターンシップを経験し、その後もプロスポーツ業界、アメリカ州政府、国際機関など様々な業界で活躍してきました。これまで200回以上スピーチの登壇経験があるそうです。こんな華々しい経歴をお持ちのジルさんですが、実は性格診断でも内向型の指標が 96% になるほど根っからの内向型だそうです。普段とても無口で、カフェでコーヒーを買った時お釣りが間違っていても言い出せないほど恥ずかしがり屋で内向的なのだと言います。この本はそんなジルさんが今まで経験してきた中で学んだこと、内向型が社会で活躍するための秘訣をまとめた一冊です。特に内向型の人にとっては非常にためになるような、力づけられるような内容がたくさん詰まっています。それでは早速本の内容に進んでいきましょう。本の中からポイントを6つに絞って説明していきます。まず1つ目は、内向型にはどのような特徴があるかについてです。内向型や外向型とよく言われますが、すべての人がいずれかに1か0で分類されるわけではありません。あくまでも特性や気質のことなので、外向型の特性を持つ内向型、逆に内向型の気質を持ち合わせた外向型の人もいます。 MBTI テストを受けてみると、自分が何パーセント内向型の気質があるのかわかるので、気になる方は受けてみてください。内向型の代表的な特徴の例としては、たくさんの人と話すより1対1で話す方が好き、疲れた時はとにかく家に帰って休みたい、できるだけ人混みは避けたい、物事について熟考し細部を分析することが好き、大勢の前での発言は避けるなどが挙げられます。内向型はよく控えめで静か、意見を言わない、目立たないなどと思われることがあります。ネガティブなイメージを持たれてしまうことが多いのですが、しかし大きな強みとなるような長所もたくさん挙げられています。例えば内向型は人の話を傾聴したり、周りを気にかけたりすることが得意です。また複雑な問題解決プロセスでも集中力を維持したり、緻密な計画を立てることが得意です。この後により具体的な事例などが出てきますが、内向型は決して外向型に踊っているわけではなく、
社会で活躍できる力を秘めているのです。それでは次に、2つ目は外向型になろうとしなくていいということです。世の中、多くの場合で外向的な振る舞いが求められ、前に出ないと過小評価されがちです。学校や職場、就職活動中にも笑顔で明るく、ハキハキと浮き交際ができる方が高い評価が得られる傾向にあります。著者のジルさんも、以前は活発で朗らかで元気いっぱいな印象を与えられるように努力をしていたそうです。しかし、経験を積んでいく中で、内向型が無理して外向型のように振る舞おうとしなくても良いということに気づいたそうです。先ほども少しお話しした通り、内向型は外向型には苦手なことが得意な傾向にあります。私は別に他の人より劣っているわけじゃない、ただ違うだけなのだ、というジルの言葉にはとてもハッとさせられました。私たちは社会で求められる一つの基準を満たそうと努力しているうちに、自分が本当はどんな人間なのかを忘れがちです。しかし大事なのは、本当の自分を見失わず自分らしくあることです。内向型や外向型といった枠にとらわれず、自分自身の強みや興味を見つけ、それを向上させながら自らのキャリアパスや人生を切り開いていかなければならない、とジルは言います。続いて3つ目は、内向型がチーム内で活躍するにはについてです。内向型はあまり目立つ存在にはなりにくいですが、しかし強みになる特徴もたくさんあるというお話をしました。チームがよりパフォーマンスを高める方法として、ジルさんは、内向型と外向型の混同チームを結成することで最高の成果を生み出すと言います。目立つスタープレイヤーのようなメンバーを集めるだけでは、そのチームは優れた成果を上げられるとは限りません。周囲からあまり注目されず、目立たない静かな人でもチームに不可欠な役割を果たすことは多いです。例えば、内向型は資料を細かくチェックしたりすること、相手の意図を汲みながら意見をまとめることが得意な傾向にあり、また謙虚で自分よりもチームの利益を優先するという特徴もあります。会議ではあまり発言をせず目立たなくても、会議で出たアイディアや議論をうまくまとめたり、折衷案を考えたりする役割に向いていると思います。ジルさんはこんな表現をしています。内向型と外向型は陰と陽のようなもの。個性が大きく異なる両者がうまく連携すれば、チームとしての力や効率は絶大なものになる。他の人の長所が自分の短所を補い、自分の長所が他の人の役に立つことで、自分自身が向上できると同時にチームを強化することができるというわけです。次に4つ目は、内向型が社交イベントに参加するときのアドバイスです。皆さんは懇親会やイベントなどはお好きでしょうか？私はとても苦手で、できれば参加したくないといつも思ってしまいます。著者のジルさんも、社交イベントはかなり苦手で、毎回直前まで欠席してしまおうか悩んだりするそうです。しかし、何かビジネス上の目的があったり、礼儀として参加した方がいい場合も多くあると思います。ジルさんは、内向型が社交イベントに参加する時のアドバイスをいくつか挙げています。一つは、事前準備をしておくことです。会場はどこか、座席はあるのかフリーなのか、誰が参加するのか、スピーチは行われるのかなどについて確認し、事前に心の準備をしておくと良いそうです。もし知り合いがいれば、その人と一緒にいればいいですし、どうしても居心地が悪くなったら、その場から逃げられるようにお手洗いの場所も確認しておくと良いと言います。また、そもそもモチベーションが全く湧かないイベントには、無理していく必要はないそうです。内向型にとってエネルギーは重要な資産なので、
それを無駄にすり減らしてまで参加する必要はありません。逆に少しでも何か目的やモチベーションがあるイベントについては積極的に楽しむようにすればいいのです。もし参加する場合には事前に話のネタをいくつか用意しておいたり、少人数の輪に歩み寄って会話に入ることで新たなつながりができたり、ビジネスチャンスを得られるだろうとジルはおすすめしています。続いては内向型が人前でスピーチを成功させるにはです。ジルさんはこれまで何度も壇上に立ちスピーチをした経験がありますが、それでも未だに極度の緊張が襲ってくることがあるそうです。しかし経験を積む中で少しずつスピーチを成功させるコツをつかんだそうです。スピーチも社交イベント同様に準備が一番大事だそうで、努力の9割はステージの外で行うものという言葉を信じているとジルは言います。スピーチ中に誰かが遮ったり邪魔をしない限り、しっかりと準備して練習を積んでおけばひどくしくじったりすることはありません。準備を十分にしておくことは内向型の得意分野ではないでしょうか。またスピーチをするときに別人になろうとしなくていいそうです。スタイルは人によって様々でよく、人気者や偉大な人物のスピーチを真似することはあまり得策ではありません。自分なりにスピーチを作り、気の置ける人に聞いてもらい、アドバイスでももらいながら、自分らしいスピーチのスタイルを構築していけばいいのです。それでは最後に、内向型はリーダーに向いているのかについてです。チームや組織のリーダーになるべき人というのは、カリスマ性やスター性、チームを引っ張る活力など、外交的なイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。しかし事実として、イーロン・マスクやビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグなど有名企業の CEO たちは内向型なのです。彼らのようなリーダーたちはよく内省し、注意深く観察や計画を立てたり、問題解決策の提案に集中することができるという特徴があると言われています。深い川は静かに流れるということわざがありますが、内向型のリーダーは限りなく深い影響力を発揮しているのです。一般的にリーダーは外向型でなければならないと思われていますが、しかし内向型もリーダーに向いているのです。では最後にジルさんの言葉をそのまま読み上げたいと思います。自分の強みや才能、長所、かけがえのない価値をアピールして輝くことができれば、子羊のように静かな人でも誇り高いライオンの群れを率いることができる。ライオンが羊の群れを率いるよりもよっぽどすごいことだ。以上、いかがでしたでしょうか。内向型にとってとても勇気づけられるような感激的な内容も盛りだくさんでした。今回は要点を絞ってお話ししましたが、本に出てくるエピソードを読んでいると、これ私もそうというものがたくさんあったり、非常に面白く読める方も多いのではないかと思います。気になった方はぜひ一読してみてはいかがでしょうか。最後に一点お伝えしたいのですが、この本で内向型、外向型というレッテルで自分の可能性を狭める必要はないということが何度か言われています。内向型はこうで外向型はこうというような言い方も動画の中でしていますが、あくまでも性格の気質なので、全ての人がいずれかに分類されるわけではないということは再度留意しておきます。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。